こんにちは。転売アカデミー、堀秀夫です。最近ですね、評価の削除を申請したら、この削除を受け付けできませんというメッセージが出てきたケースがあります。これですね、商品の状態によるんですけど、たまにこういうのが出ます。で、もし出た方はですね、注意事項等がありますんでご連絡ください。それと、ホリデーシーズンの参加、それとそもそもですね、カートを取って売るって今までのやり方、これらを考えると、もうとにかく悪い評価っていうのは極力避けなければいけないと。ついたら消さなきゃいけないというのがあります。中にはね、悪い評価、ついたのに気づいてないとか、ついても、まあ、しょうがないかって諦めてる方いらっしゃると思いますんで、消せるもんは消すと。で、消せない悪い評価はもらえないようにするというのが必要です。まずは、悪い評価ついて、まだ消してない方、消し方私に聞いてない方はですね、お気軽に質問してください。消せる、ほとんどのケースで消せます。で、消せるもん消しとかないとですね、売れ行き落ちますし、消しようのない悪い評価をもらった時に数が重なるとね、ちょっとカート取りにくくなっちゃいますんで、消せる悪い評価はどんどん消していきましょう。ご質問をお待ちしてます。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。